自動車研究家の山本真也です。今日の現地現物はですね、ザンというところでマツダの CX-5 です。なぜ今更 CX-5 かというふうに思う方もいると思うんですけれども、今回のテーマはマツダ CX-60 に乗った後にマツダ CX-5 に乗ったらどう感じるかというところについて言及していきたいと思います。では行きましょう。まあ一応ね、マツダ CX-60 はいわゆるラージプラットフォーム第1弾という、ところで登場したわけですけれども、当然その CX-5 の後継と言ったらいいのかな、一応その後継モデルであることは確かなんですね。ただマツダとしてやっぱり CX-5 はマツダの全生産台数の3分の1をやっぱり占めるヒットメーカーというところで、いきなり辞めるというわけにもなかなかいかないというところで、今併売の体制を取っているんですけれども、一応ね CX60 は CX5、CX8 からのまあステップアップ組、輸入車からの乗り換え組、さらにそのなんていうのかな、人間中心の思想の究極を目指すみたいなところですよね。その3つのテーマで開発が進められているんですけれども、まあいろいろね、あの他の人の動画見てもらうといろいろ賛否があるというところで、だったらその一番のそのなんていうのかな、同門じゃないですけれども、一番直近、まあ、近い存在にいる CX-5 と比べてじゃあどうなのかよというところが今回の趣旨になります。せっかくなので、CX60で僕が試乗した同じコース、まあほぼ同じコースから、全部ではないんですけれども、ほぼ同じコースを走ってみたいと思います。まずこれ透明走り始めて思ったのが、この 2.2 リッターのスカイアクティブディ、やっぱりね実力高いなっていうところ。スペック的には当然 CX60 の 3.3 リッターの直六のターボの方がパフォーマンススペック的には上なんですけれども、実際の実用域、特にゼロから発進する時のトルク感みたいなものは、実は 2.2 リッターターボの方が僕は上に感じます。まあちょっとね、3.3 リッターの直六の方はマイルドハイブリッドとの組み合わせなんですけれども、意外とこうなんだろうな、回して楽しむタイプというかね、意外と下のトルクが薄い感じがするんですよ。でその辺をなんかマイルドハイブリッドでうまくカバーできてるのかなと思うと、そうでもないっていうところで、逆にまあこの 2.2 リッターのまあ今までね、いろんな改良をずっと続けてきて、かなりこういい出来のところに来てるんじゃないかなっていう気はします。ただ実際に燃費を測っていくと意外と悪くはないんですよ。15から20の間くらいは走るんですけど、どっちの方が燃費がいいかっていうと、直六の方が今のところ僕が乗った感じだといいですね。ちょっと試しにここから燃費を測っていこうと思います。でこの CX-5 は初代からプラットフォームはまあ引き継がれているというところで、今のそのマツダのプラットフォーム戦略の中ではどっちにも当てはまらない、ラージでもスモールでもないというところ、まあ、いわゆる旧世代になってしまうんですけれども、これもやっぱりね熟成がしっかり進んでて、特に直進安定性はこう、まあ、僕が乗った CX60 がそのまあいろいろ個体差があるように言われてるんですけれども、あまりよろしくなかったというところで言うと CX-5 かなり直進安定性いいですね。同じところで乗ってる印象だと僕はこっちの方が直安は高いような気がします。あといわゆる乗り心地の面でまあいろいろ CX60 は言われてるんですけれども、これもね、これはね悩ましいところですね。路面からのね入力の当たりのまろやかさみたいなところで言うと、多分 CX5 の方がいいと思います。
だけど何が違うかっていうと CX5 はねやっぱりね入力のその当たりは柔らかいんだけどそこからねひょこ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 車が揺さぶられる感じっていうのは正直ある。だから当たりは優しいんだけど減衰感が薄いみたいなそんな感じですよね。 CX60 は僕が乗った車の場合はやっぱり入力が割と当たりは厳しいんだけどやっぱり減衰のさせ方は上手だから全体的にこう高速とか走ってるとフラット感はどっちが高いかっていうとおそらく CX60 の方が高い。だけど CX60 は路面によって結構その印象がガラッと変わってしまうのに対して CX5 はなんていうのかな外覧に対してあんまり大きな変化がないと、まあこれは褒め言葉なのかあれなのかわからないんですけれども意外と CX5 の方が路面にこう影響されにくい乗り心地なのかなという気がします。 CX60 は滑らかな路面をものすごい滑らかに走るんだけどギャップが増えるような特に速度の低いところでギャップが多いところになると結構こうバタバタしてしまう感じがすごいありますね。まあ、静粛性の面でもやっぱり CX60 の方がそれは高いですね。ロードノイズを遮断するとかシャットダウンするみたいなところは当然 CX60 の方が上だけど CX5 がじゃあすごい劣るかっていうとあまりそういうこともなくてむしろなんかディーゼルのサウンドみたいなところは僕は CX5 の方がなんとなく心地よさを感じるかなという気がします。あの直録はねぐっと回していくといい感じはするんだけど意外とこう実用域1000とか2000回転くらいを使ってると直録っていうよりはなんか V8 って言ったようななんかドロドロドロっとしたサウンドこれがまあ好きか嫌いかっていうところは出てくるんですけれどもそういうところはねCX5 の方がなんか軽やかなサウンドかなという気はします。でもこの透明の御殿場大井松田間はまあ下りというところはあるんですけれども、燃費はぐいぐい上がっていきます。だいたい37から8くらいという燃費を出しているんですけれども、まあ、この辺りは、まあ、高速燃費に関しては今のところは似た感じかなという気がします。僕ね CX60 乗って5乗ったら5結構がっかりするのかなと思ったんですけれどもがっかりどころか結構見直すところも結構あるなっていう気はしますね。 CX5 の場合はまあほとんどねレイアウトみたいなところは変わってません。タッチパネルじゃなくてコマンダー方式のナビゲーションとかね操作系はほとんど変わってないんですけれどもただやっぱりね CX60 の方が横方向の余裕はやっぱりあるのでこの辺の余裕はセンターコンソールはね逆に殺風景って感じちゃうくらいシンプルな感じに対して CX5 はまあこのサイズ感に合った操作系かなという気はしています。で大幅改良の時にここに非接触の充電器も装着されてるんですけどものによってフォールドできないところがあるので、まあ、この辺はねなかなか難しいところなんですけれどももうちょっとなんとかしてもらいたいところですね。ああでも滑らかさで言うとやっぱり CX60 の方があるのかな。なんて転がってる時の滑らかさというかねあと目線のブレなさみたいなところは目線のブレなさというか頭の揺すられが少ないと言った方がいいかもしれないな。目線のブレなさという意味では割とマツダ共通の感じはするんですけれどもやっぱり小刻みにピッチ挙動が収まらないっていうね、まあ、そのあたりは CX60 はサスペンション同軸に動かすっていう考え方で車作りを行っているのでそのあたりは
CX60 の方が上だけど、難しいなこれは。当たりの優しさは間違いなく CX5 の方が今は上かなっていう気がします。ブレーキのタッチはね CX5 の方がいいなというのは、まあ向こうはね回生強調してるところもあるので、まあ致し方ないところもあるんですけれども、 CX60 の方がねどっちかっていうとなんかパッドがタッチが硬い感じ、こっちの方がなんかこうブレーキパッドをギューって潰してるよねっていう感覚が得やすいですね。だってこういうコーナーってスーッと曲がってくっていう意味ではスーッと曲がってくの CX5 も。CX60 の方がより滑らかではあるんだけど、その違いをじゃあ F1 だからとかラージプラットフォーム使ってるからとかって言われても、それが本当に難しいところではありますよね。まあ、確かに普及モデル帯は CX5 と値段が被るところはあるから、まあほぼ同じ値段でこれがって言われたらそれはそれで嬉しい提供価値ではあるんですけれども、仮にそのエクスクルーシブモードとそのいわゆる CX60 のプレミアム系ですよね、200万くらい差がありますからね、200万を何に求めるかみたいなところっていうのは結構悩ましい選択かなという気がします。さあ一般道にやってきました。割と狭い道ですけれどもね、ここ道かなり悪いんですよ。でもねそんなに差がないな、そんなに差がないと思います。この常用駅でのもちろんね、マツダがそのふわふわする乗り味っていうのはもともと求めてないっていうのはあるんだけど、それはわかるんだけど、60はちょっともうちょっと見た方がいいんじゃねえのっていうね。もちろん長距離乗ったらその差は間違いなく出るんですっていう、その単純にその入力の優しさのという乗り心地ではなくて、いかにフラットに走らせるかっていう考え方はすごいよくわかるんですけど、ただみんながそのね1回に1000キロ走るかとか500キロ走るかっていうと、残念ながらそれはないと思うんですよね。僕はあるんですけどね、僕はあるからその恩恵は受けてみたいところはあるんですけど、みんながみんな長距離、そのもちろんマツダ車が比較的他の車よりは、他のメーカーの車よりは長距離で使われる頻度は高いとはいえ、そこで疲れないことが大事だっていうことだけに言及してしまうのは、僕はちょっとそれは人に寄り添ってないなっていう。まあ、そもそもお客さんね、別に走る道は自由ですからね、まあちょい乗りがいいとは言わないですけど、ちょい乗りする人もいれば、まあ通勤に使う人もいる、当然週末のレジャーに使う人もいるっていうところで言うと、やっぱり普段の使い心地の良さみたいなところってのはやっぱり大事な要素だと思うんですよね。今大井松田から、御殿場に向かう一般道を登ってきているんですけど、だいたい半分ぐらい来て燃費が 23.7 23.5 に落ちましたね今ね。まあそういう意味では一般道のまあ実用燃費含めて考えると多分 3.3 リッターの直録の方が良いかなという気はします。
あの高速と一般道の落ち込みという意味では少ない気がしますね。 3.3 の方が多分その辺はその排気量を上げることでその理想の燃焼領域を増やすっていうところで確か 70% くらいカバーしてるのかな今。そういう意味ではあれだな、エンジンの実力は出てる感じはします。ただこの軽やかに回る 2.2 リッターの方がいいところあったけどな、実用域ではな。ここはね、こういうところはやっぱね CX60 の方が気持ちいいかもしれないね。このタイトなところスーッと曲がる感じっていうのは60の方、まあ60の方がいいけど、60はねこのダウンを入れた時はいいんだけど戻しがねなかなかこう直進状態に戻らないところがちょっと気になるんですよね。それ多分直進安定性にも効いてるんじゃないかなと思うんですけど、ダが入るところはすごいスッと抵抗感なく入るんだけど戻る時にものすごい抵抗感がある。まあ極端なし自分で戻さないといけないくらいなんですよ。それに対して CX5 はその辺が一連の流れがよくできてますよね。打の気持ちよさは、間違いなく60っていうか60の方があるけど、一連の流れの連続性は CX5 の方が僕はあると思う。同じ道走ってくると明らかに今もうアベレージが20切るか切らないかっていうようなところに来てるので、そういう意味では直六の、エンジンの実力、まあ、当然ね 3.3 リッターの直六ターボというところで、まあトルクはね550ニュートンか、マイルドハイブリッド組み合わせて550ニュートンというトルクがあるけど、意外に出力がそんなにもっと出てもおかしくないのにっていうね気はするんですけれども、あえて出力を抑えてその分を燃費に振ったというところで言うと、まあコンセプトには合ってるかなというね気がします。でそんな話、まあね実用機でちょっと堅くないですかっていう話をすると、まあ当然今回は燃費に振ったためにそうなってるのは事実だと。じゃあスポーツモードがに切り替えるとそうなってない、そうなんていうのかな、そういうところ解消されてるのでって言って、確かに乗り換えスポーツモードにするとそうなんですよ。だけどお客さんが考えてるスポーツモードってそういうものじゃないんだよねっていうところもある。だからその MI ドライブを活用して別にそれはそれでいいと思うんですけれども、マツダが理想とするものがスポーツモードに込めてるんだったら、それはスポーツモードって呼んじゃいけないのかなっていう、わかんないですよ、それがピーアドライバーモードなのかズームズームモードなのかわからないですけど、ノーマルモードはその燃費とのバランスを整えるためにあくまでもそのノーマルのモードなんだっていうのに対して、マツダは本当はこうしたいんだよっていうんだったら、それは僕はスポーツモードと呼んじゃいけないと思うんですよね。そういうところにお客さんとのギャップが出てしまうところが CX60 はその細かいところでもやっぱそうなっちゃうんですよ。だからやっぱり CX60 が目指すべきところは何なのかっていうところをやっぱりしっかりと伝えていく必要はすごいあるなと思うんです。ハードとしてはすごいいいものを持ってると思うんですね。もちろんその初出しっていうところがあるので、当然いろんなことがあるのはまあ本当は起きちゃいけないんだけど、まあいろんなことがあるからしょうがないにしても、なんとなくこう明確な意思というか、お客さんがに対してどういう車なのかっていうものがあんまりこう、まあしつこいようだけどピンとこないんですよ。ドライビングエンターテインメントではちょっとよくわからない。
むしろ CX-5 はやっぱりマツダの中のドセンターなんだっていうのがね、すごい明確にわかる。わかりますよね。マツダの中で全販売台数の3分の1を占める重要な機関車種だっていうところで言うと、やっぱりマツダのドセンターみたいなところはすごいわかる。だからこの、なんていうのかな、今回の大幅改良で3つのテイストですか、エクスクルーシブモード、スポーツアピアランス、フィールドジャーニー、3つの個性を与えたっていうのはすごい分かりやすいと思うんですよね。だよりそのドセンターであることを意識したっていうところだけど、まあこれもね、逆言えば CX60 出るときに CX5 大幅改良したのはなぜよっていうところは、やっぱりある意味守りの戦略ではあるんだけど、守りの戦略として使われた CX5 がすげえ頑張ったっていうとも言えますよね。いや、なかなか悩ましいな。だからまあ難しいとこですよね。一から作り上げた新世代の CX60 を選ぶっていう選択肢も当然ある。まあそれを協力することでマツダのビジネスに貢献するというのもわかるし、ある意味長熟の CX5 に乗るっていうのも選択肢としては僕はありかなっていう気はします。まあね、本当はね、CX60 がそろそろ CX5 さんフェードアウトしてもらってもいいですよっていうくらいのやっぱり実力を持ってもらわないと、まあ、困ってしまうわけで、 CX5 いいよねっていうよりも CX60 頑張れよっていう、そっちの方が気持ちとしては大きいんですけれども、頑張ってほしいなぁとは思いますね。一通り回ってきましたけれども、結構今 CX5 乗っても結構実力高いと思います。ただこの辺はね、まあ自分のライフスタイルとか何を求めてるのかとかね、いろいろあると思うんで難しいんですけれども、そういう意味では CX60 もうちょっと頑張ろうねというエールも含めて今回はお開きにしたいと思います。以上、山本慎也でした。バイバイ。